中国・北京で日本の製薬大手アステラス製薬の社員が拘束されたことについて松野官房長官は中国側に早期解放を強く求めていると強調しました政府としては本拘束事案が判明して以降中国側に対して当該法人の早期解放を強く求めてきています関係者との連絡等できる限りの支援を行っているところであります 松野長官は今月、中国側から日本大使館に日本人が中国の国内法に違反したため拘束したと通知があったことを明らかにしました。政府は大使館員による面会を申し入れているということです。拘束されている50代の日本人男性は日本の製薬大手アステラス製薬の中国法人の幹部でスパイ行為などに関与した疑いがかけられています。